つもより遅く公園のランニングロードを走っていました。吸い寄せられるように木立の中へ。そこで初めて原さんにお会いしたのです。放送塔が見える木立の中が原さんの練習場です。練習を始めるとどこからともなく子どもたちが集まってきます。森の小さなコンサートが始まりました。原さんはもともとはシステムエンジニア。4年前に定年となり、のびのびとフルートを楽しみたいとここで練習を始めました。フルートを始めたのは小学校から始めた縦笛が上達し、フルートを勧められ高校の入学祝いに買ってもらいました。それとブルーコメッツの井上忠夫さんのフルートの演奏姿に惹かれたのもきっかけとなりました。僕は練習大好きで、毎回レッスンの時に先生を驚かしたよ。それで一生懸命練習するんです。で、先生がびっくりするのが見て、表情を見るのが楽しい。いかにフルートを美しくいい音を出すか、どうやったらいい音が出るかっていうのは、ジェームズ・ゴールエっていうアイルランド人の人、私が未だにフルート始めてるの、やってるのはなぜかっていうと、その人がやってるからフルートやってるようなもの。テクニックと音楽性は、あと音色が一番。常にその人の同じように吹くように。ってか真似をしてるだけ。でもそれが42年目に悟ったんです。ああ、こうやったらいい音が出るなって分かったんです。もうそれ以降はあるレベルの音が出せるなんて。Thank you.
さんの音楽に対する情熱はこれだけではありません。フルートの練習が終われば、フルートと同様、ピアノの練習も欠かせません。中学1年の春にバッハのバイオリン協奏曲2番を聴いて、クラシック音楽を好きになって、けどピアノの場合ですと、アルフレッド・コルトってショパン弾きのピアニストがいるんですけど、その人の真似をしようと思って、それでピアノを一生懸命。フルートの練習を公園で始めてみると、次々と人が立ち止まり集まってきました。そしてその人たちのためにフルートを奏でるようになりました。フルート吹いてたらオカリナグループの方がやってる方がいて、でそれを見て、たまたま閉店セールで安売りしてたんです。それで衝動買いしてしまったんですよ。たら割とすぐオカリナができるようになった。そしてオカリナも原さんの得意な楽器となりました。やがてこの場所でオカリナの名手中島さんとの出会いがありました。だから13年になるのか。森の小さなコンサートに中島さんも加わり、デュエットによる練習が始まりました。森の小さなコンサートにはプログラムはありません。気が向いた時に公園に行き、いつものステージで練習を始めます。
毎回多くの人たちが立ち止まり、出会いがあります。ことができればこうどの場所でも公園でもいいと思うんで、公のコンサートをするわけじゃなくて、聴いていただいていいなと思ってもらえば嬉しいし、まあ、そういう人に感動を与えられたらいいなと思います。そしてステージはここだけではなく、出会いがきっかけとなり広がっていきました。公民館や町内会の集いに次々と呼ばれ、演奏をするようになりました。また歌声同好会での合奏演奏にも加わり、ここで知り合った演奏仲間と一緒に介護施設やイベントでの演奏など、ますます輪が広がっていきました。すべてボランティアとしての活動です。しかし、原さんの活動の源は森の小さなコンサートです。ここで練習を積み、次のステージへと向かっていくのです。アマチュアなんでそんな大したことないと思ってたんですけど、ある曲によってなんかみんな感動して泣いてる方がいたの、とにかく心込めて演奏したいんですよね。もう相手の心に響くように。もうね、もう本当に ね今までこんな贅沢していいのかなと思うぐらいの気分です。本当にこんな一日ね、与えていただいて本当ありがとうございますっていうかね、本当に。ピアノ、オカリナ、フルート、演奏の場があれば多くの人たちに安らぎを与えたいと、練習に余念がありません。聴く人々のすがすがしい顔、感動している姿を見ると原さんの思いが重なります。こういう楽器を吹いて感動したって言われるの本当に嬉しい。もっと上手くなりたいなと。森の小さなコンサートがいつまでも続きますように。